皆さんこんにちは、アボカドです。今回はメディッククラスはこんな使い方もありますよって見ていただきながら遊んでいこうと思います。よろしくお願いします。来月2月12日の4時より上新さん主催の上新カップを開催することになりました。エントリーは1月10日月曜日から始まりますので、ご興味があればぜひ参加をお願いいたします。詳しいことは概要欄に載せておりますので、そちらをご覧ください。ではお話に戻ります。メディッククラスといえば回復のスピードが速いんで、前衛も後衛もできる非常にいいクラスです。当然自分が前線に立つのもいいんですけど、状況次第でちょこちょこ変えるのがいいのかなとも思います。例えば盾持ちがいたら常に後ろにくっついて戦ったり、忍者クラスはデッサを持ってるんであんまりくっついて行動しないようにしたりなどなどいろいろあります。まあ忍者クラスにくっつかないっていうのは状況にもよるんで、まあそのあたりは臨機応変にいけたらいいなと思います。味方がダウンしたんですぐにスモーク焚いて起こそうと思います。ただここ敵が煙の中を視認できたんか、それとも場所を記憶されてたから当てられたのかわかんないんですけど、結構正確に弾丸当てられたんで一度離れたいと思います。アップグレードを取った後やったから起こすスピードも速いんで、そのまま起こそうかなって判断にやっぱり迷うところでした。で、最初にお話ししていた盾の裏に常にくっついて行動っていうのはこんな感じにやっていました。常にメディックを出す準備をしつつ、その回復範囲に味方がいるような感じの行動を心がけてます。若干僕が離れてしまって味方をダウンさせてしまったんですけど、後ろからの待ち伏せもなんとかカットすることができました。これも状況次第なんですけど、味方が結構前に出て前線張ってくれる方がいたらできるだけ生存ムーブで行きました。やっぱ自分がやられるとダウンさせられて起こすのにも時間かかるし、結構その間を狙われることが多いからです。本当はこのダウンから起こしたタイミングでメディックを使いたかったんですけど、先に自分が使ってしまって味方の回復時間を稼ぐことができなく、フラグで再びダウンさせられてしまいました。その間に味方が戦ってくれてたんですけど、ここがかなり迷ったところで、そのままカバー行くか起こし続けるかでしたが、まあ負けてしまってもだいぶダメージを与えていらっしゃると思ったんで、そのまま続けることにしました。次はこちらのシーンです。キルハウスにワンパイいるんで戦っていきたいと思います。当然ここで心がけてたのが、第一に自分の生存、そして忍者以外にくっついて行動しつつ味方の HP に常に目をやっていました。もちろん隙があれば敵に弾丸当ててダウンさせたかったんですけど、なかなかやっぱり難しいところで、ここはフラグで牽制入れながらできるだけこっちに近づかれないように戦っていきました。前線張ってた敵にフラグでかなりダメージ与えたんで大きな隙ができました。当然他の敵も行くと思ったんで、敵の動きを予想して大倉庫の入り口にフラグを置いておきます。あとは敵が引いていったんで1対1に近い状況を生み出すことができて、このパーティーを落とすことができました。今度はこちらです。クラスターストライクを使われてしまったんで、タイミングを見計らってメディックを出していきます。正直この出すタイミングってなかなか難しくて、自分以外は瞬間的に大幅に回復するわけじゃないんで、じんわり回復させていくから、打ち合いの時とかはそれを予想して先に使ってもいいと思います。こちらは打ち合いじゃないんですけど、味方がトラマスに引っかかったんで適当な場所へメディックを出しておきます。当然トラマス持ちが詰めてくるんで、そこはすぐに味方を守ってあげないといけません。まあ間に合わないんであれば近場にスモークを出しまくるのも一つの手段やと思います。とまあ各シーンで見ていただいたんですけど、やっぱりこのクラスを使った場合はできるだけ自分がダウンさせられないように心がけてます。僕もよくやっちゃうんですけど、味方がダウンすると一気に敵が流れ込んでくるんで、まあ状況次第ですけど1秒でも早く起こして味方を生存させてあげたいところです。
あぶな、絶対に通り過ぎるやろうと思ってたらボコボコにされたんですけど、味方が削ってくれてたおかげで助かりました。じゃなかったっこれはちょっと使うタイミングと場所を間違えてしまいました。本来やったらもう少し違う場所で味方に向けてスキルを使うべきでした。最後は危なっかしいところもあったんですけど、なんとか勝てました。今回はいろいろなシーンで見ていただいたんで、こんな使い方もありますよって動画やったので、皆様の参考になればいいなと思います。それでは今回の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価にコメント、Twitter フォローお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。